はい、はい、シンクエットのベースのしおりです。5月3日エリスリキッドルームワンマンまでもうあと1ヶ月を切りました。まあ、今まで、まあそうですね、2月3月4月と、いろんな地域でワンマンライブをやってきて、まあ、それの集大成となるワンマンが5月3日のエビスリキッドルームです。エビスリキッドルームというライブ会場は、まあ、俺たちとしては一番の最大のキャパであり、まあ、挑戦でもあるんですよ。で、まあ、ちょっとこの前発表したかもしれないんですけど、まあ、5月3日のエビスリキッドルームワンマンでちょっと僕は長期の入院ということで、5月3日が最後にシンクエットとしてのライブがもしかして最後にはなりたくないですけど、今のところ一つの区切りとして、まあ、最後になります。なので、まあ、ぜひ見に来てほしいです。あとですね、この当日が新しい、もう発表されてるのかどうかわかんないですけど、新衣装になるんですけど、その日の新衣装の応援の姿は多分もうもしかしたら見れないかもしれない。撮影とその日のライブのためだけに作ったみたいなところもあるので、まあ、新しい装いも期待しつつ楽しみにしていてください。そして5月3日、この動画見てるみんなに会えるのを楽しみにします。シンクエットのベースしおりでした。